トークテーマなんですが、やはり相手の好きなところを言えば、おのずと距離が縮まると思います。そこで、昔、乃木床でやっていたゲームにちなんで、お天気のりの好きなとこ山手線ゲームはどうでしょうか。おお。これね、もう初めましてで申し訳ないけれども、はい、逆にだよね。はい、逆に、あれですよ、真夏ちゃんなんかもう何度待ってますから。はい。うわ。で、逆に出てこなかったらまた。はい。うわってなんですか。違う、出てこなきゃいけないです。まあ、いっぱいあるでしょうね。はい、さあさあ、3人で。3人で、あれ、ご自分も。俺も入りますよ。そうですね。ええ、自分のいいところ。もう全然、たくさんありますから。そりゃそうですよ。もう全然。ねえ、はい、スライブマナちゃんいっぱいあるでしょうし。たくさんあってますし。アスカちゃんもね。大丈夫です。わかります？ります。この時間でわかったでしょう。乗り換えた時の素晴らしさが。はい。なんで笑ってなんで笑ってわかります、素晴らしさが。いきますか。はい。じゃあ、乗りの、好きなところ、山手線ゲーム。じゃあ、僕からいきましょうか。はい。かっこいい。優しい。うん。笑顔がかわいい。力持ち。面白い。前髪短い。ストップです。はい、待ってください。前髪短いってちょっとなんですか、もう見た目でだんだんもうなく、もうすでにちょっとなんかもうアップアップ感出てますよ。違います、違います。前髪が短くて、今流行りで可愛いなと思って。なるほどね。はい、それ短縮したらそうなったんだ。そうなんです。オッケーです。はい、いきますよ。食いしん坊。眉毛がふさふさ。行きましょう、行きましょう。ほっぺがピンクで可愛い。うん。空手を習ってる。おー、大仏っぽい。これはもう。さっきから待ってくださいよ。え、大仏の前なんて言いましたっけ？眉毛がふさふさ。でもこれ、でも褒めてない。これ、いいところなんですよ。これ好きなところ。ところですよ。もう見た目でアウトですよ、これ、ね。もう、大仏っぽいでちょっとなんすか？拝みたい？なんか、拝んでみる？なんか大仏みたいで。あ、本当になんか安心感を得られるなと思って。あ、そこまで行ったらあれですね。そこまで入ったらいいね。でもすごい、お二人がもうすごい辛そうで、急にぐっと疲れ始めたんでね。もうこの辺で、はぁ、やめる。これで今逆にぐっと距離が離れた気がしますわね。そうですね。申し訳ないですね。ということで。